こんにちは、斉藤直樹です。今回はですね、トレパクをしていこうと思いますとある画像をね、大量に入手したので、それらを有効活用してですね、楽していい感じの絵を作っちまおうっていう、そういう魂胆の動画なんですよ。皆さん、楽してバズる絵描きたいでしょう？そうでしょう、そうでしょう。なのでね、今回は僕が悪知恵を働かせてですね、炎上覚悟で堂々とトレパクして、超お手軽にバズる絵を描く方法をお伝えしちゃいますよ。心してついてきてくださいねはい。なんてね、ちょっとふざけて始まりましたが、今回使う素材はこちら、僕の写真ですね。これを使って楽してすごい絵を描いちゃおうっていう企画です。皆さん、格ゲーとか対策 RPG のポスターで、こういうね、キャラクターがごちゃごちゃっと大迫力で配置されている絵って見たことありますよね。で、ああいうのを眺めていて、うわー、一度でいいからこんなすごい絵描いてみたいって思ったことある人いると思うんですが、でもね、一からああいう絵って描くのめちゃくちゃ大変そうじゃないですか。そんな人に朗報です。今回の動画を見ていただければ、そんな対策ポスターのような絵が簡単に描けるようになっちゃう、そんな裏技テクニックを知っていただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。自分の写真をコラージュする。はい、まずですね、今回企画をやるにあたっていくつか写真を撮ってみました。こんなのとか、こんなのとか、こんなの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 、はい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 、こんな感じ、いろいろなポーズを用意しています。ポーズはね、どんなのでもいいんですが、あえて一個コツがあるとしたら、左右どちらかに目線を送った写真を多く撮りつつ、で、その中の一個は、土正面を向いた全身写真を用意することです。それさえあればね、準備万端です。写真が用意できたら、どの画像加工ソフトでもいいんですが、この場合はフォトショップが便利です。選択画面から、被写体を選択を押すと、AI が画像の中の被写体だけを自動で判断して選択画面を作ってくれます。そしたら関係ない背景を全部消して、これで素材ができちゃいます。この調子で全部の写真をくり抜いちゃいます。全ての写真をくり抜き終わったら、それをいい感じに配置していきます。スターウォーズとかストリートファイターのあのポスターを意識しながら、自分の写真を配置していきましょう。あ、ただね、いい感じに配置しましょうって言われても皆さん迷うと思うので、こういう集合絵を描く時の並べ方のコツを伝授しますね。それは、配置画像をブロックとして捉えるということです。ブロックとして捉えれば、複雑に見える構図も一定の規則性を当てはめて考えることができるので、それだけでとても構成しやすくなります。まず最初に考えるのは第一ブロック。これはメインのキャラクターの全身絵です。さっきね、正面を向いた全身写真を撮りましょうって言いましたよね。あれを使います。頭の先から足先まで入っている立ち絵を画面の中央にドンと配置してあげましょう。第一ブロックは比較的小さめに配置するのがコツです。そして次に第二ブロック。このブロックは第一ブロックとは違って、かなり顔を大きめに配置します。顔が大きく映ることになるので、表情が印象的なキャラクターや物語中で重要な役割を果たす人物を配置するのがいいと思います。例えばね、左に敵キャラクター、右側に味方キャラのように、対立構造を表現しても魅力がアップしますね。そしてもう一つ大事なのは、左右で高さを変えてあげることでしょうか。その方が画面にリズムが生まれます。そして次に第3ブロック。このブロックのキャラは第2ブロックよりも小さく配置します。第3ブロックで重要なのは動きです。比較的小さく配置するキャラなので、全身に近いポーズを配置できます。なので、よりダイナミックなポーズのキャラクターを配置して画面に動きを追加するのがコツです。はい、もうお分かりかもしれませんが、こういう絵をうまく配置する上で一番重要なのは、前に配置する写真ほど小さく、そして後ろに配置する写真ほど大きくするってことです。この法則さえ守って絵を配置していけば、勝手にまとまった絵が描けてしまうんです。これ気づくとすごいでしょう。はい、そして第4ブロックの役割は隠すっていうことです。第2ブロック第3ブロックともに大きなキャラクターのバストアップを配置すると、どうしても上半身のぶつ切り感が否めませんよね。なので、そのぶつ切り感をごまかすために、第4ブロックに小さなキャラクターを配置して、キャラの配置の不自然な部分を隠してしまいましょう。このブロックの役割は隠すと消極的なので、どちらかというと物語
語中ではあまり目立たない脇役や雑魚キャラのような人物を配置すると良いと思います。まあ、ただね、あまり重要じゃないとはいえ、このブロックをきちっと配置すると物語の奥行き感も同時に表現することができるので、意外と重要な役回りを担っているブロックとも言えるかもしれませんよ。はい、そして最後のブロック、第5ブロック。このブロックの役目は画面をまとめることです。前にね、小さなキャラ、そして後ろに大きなキャラをという法則性通り、大ブロックは一番後ろのキャラクターなので、画面を覆うような大きなキャラクターを配置しましょう。はい、そしてですね、ひときわ色を濃くしたり、あるいは単色でまとめたりして、今まで描いたキャラクターをまとめ上げるように配置していきます。なのでここは謎めいたキャラクターだったり、ラスボス的な人物を配置してあげるとしっくりきやすいですね。はい、そして最後は必要に応じてエフェクトや地面を追加しましょう。第4ブロックもバストアップの場合は唐突にぶつ切れになった感じになってしまいます。その場合にはエフェクトを使って下半身を隠してあげると唐突感が消えて違和感が消えます。まあね、画面下半分が空いていますが、ここにも人物を配置してもいいんですが、ポスターってね、タイトルが載ったりする場合も多いので、この部分は開けておいた方がいいことが多いですね。なのでその場合にはこの下半分に地面を描いて世界観を表現してあげるのも手です。未来の世界観ならメカっぽい地面を、ファンタジーならお城の内部などを描くことで狭いスペースでも効果的に世界観を表現できます。はい、今言った配置のコツを踏まえて、自撮りの写真を配置すれば超簡単に迷わず写真を配置していけるはずです。はい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 、こんな感じでね、写真に大小大きさの差をつけながらリズミカルに配置を考えていきましょう。それだけでまるでプロみたいなポスター画像を簡単に作り上げることができちゃうと思いますよ。はい、こんな感じ。どうでしょう、これを作るのにそんなに時間はかかっていません。おそらく1時間くらいだと思うんですが、お手軽にかっこいいポスターのような写真が出来上がっちゃったでしょう。あ、ちなみにね、この写真は僕の X で今日の参考ポーズっていうハッシュタグをつけて投稿しています。他にもいろいろな写真をアップしていますが、すべて素材として参考にしても、そしてトレースしても OK です。ぜひ写真を参考にして絵を描いてみてくださいね。自撮り講座、そしてここでワンポイントレッスン、自撮り講座ということで、意外とですね、今日の参考ポーズをアップしているとどうやって撮ってるんですかってね、聞かれることが多いんですね。なので僕が参考写真を自撮りでどうやって撮っているのか簡単に紹介してみますね。まず必要なのがこういう自撮り棒です。ここにね、スマホを挟んで、で同時にこれ三脚にもなるので、こうやってスマホをインカメモードにして立てて、でこれがね便利なんですが、自撮り棒には大体ついているこの Bluetooth 接続のシャッターボタンですね。これがあると遠隔でシャッターを切ることができるので、こんな風に両手を使ってポーズを決めてもですね、はい、このように足の指を使ってシャッターを切ることができるんですね。はい、パシャッと、はい、これで両手を使ったポーズが自撮りで簡単に撮ることができちゃいます。一応ね、自撮り棒の Amazon リンクを概要欄に載せておきましたので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。もうこれがあるだけでね、絵の素材の幅がぐんと広がると思います。トレパクする、さて、いよいよセルフトレパクしていきましょう。さっき作った画像をまずは全体のあたりを作っていきます。こんな風に全体を薄く透かして、写真をトレースしながらキャラの素体を描いていっちゃいましょう。結構ね、人体のバランスを取るのって難しいと思うんですが、今回はバッチリ写真素材があるので、もうほとんどそのままねトレースしていくだけです。トレースするだけでバッチリ構図やポージングが決まっちゃうので、そこで苦労している人は特にね、このやり方をするとめっちゃ楽に絵が描けてしまうことに感動すると思いますよ。まあ、一応ね、たくさんの人物が折り重なることになるので、素体とはいえどもグレーで下塗りして、下のレイヤーが透けないようにしておくと、後でバランスを整えたり移動したりするときにやりやすいと思います。あと自分の体型にもよるんですが、自分の写真が男性だけど描きたいキャラクターは女の子という場合には、少し素体を描くときに細めを意識しながらトレースしてあげると、後で上からキャラクターを描くときにやりやすくなるはずです。この後僕もね、女の子のイラストを描いていくつもりなので、気持ち細めの体型を意識しながら素体を描いていっていますね。はい、
こんな感じ。今回は12体のキャラクターを描いていますが、ただトレースすればいいだけなので全然時間かかってないです。いや、これはねかなり楽ですね。素体をもとにキャラクターを描く。さてさて、ではこの素体をもとにキャラクターを描いていっちゃいましょうか。今回僕はオリジナルキャラクターを描いていきます。まずはやっぱりこのチャンネルのヘッダーにもなっているチャンネルマスコットキャラクターのケイちゃん、田中ちゃん、なぎさちゃんを描いていきましょうか。まあ、僕のこの中央の写真はね、なんかちょっと挑戦としたような表情だったんですが、ケイちゃんはほがらかな笑顔にしてあげたいので、写真に引っ張られすぎないように表情を作っていきます。そして後ろに田中ちゃんを描いていきます。田中ちゃんは元気な笑顔、ちょっとだけいたずらっぽいニュアンスを作りながら手をグッと前に突き出す姿を描いていきますね。田中ちゃん何度描いても飽きないですね。そしてジャンプしている渚ちゃんです。渚ちゃんはスポーティーで身体能力が高い女の子なので、何かに挑んでいるようなアグレッシブなポーズがすごく似合いますね。かっこよく描いてあげましょう。普通ね、行き当たりばったりで描いていくとバランス取りにくいですが、今回はもうすでに完璧な構図が出来上がっているので失敗する心配がありません。どんどんとキャラクターを追加していきましょう。はい、次は初登場なんですが、ケイちゃん、なぎさちゃん、田中ちゃんのライバルとして考えていたキャラクター、立花茜、檜山るい、坂本しおりってキャラクターがいます。このライバルたちを後ろに描いていきましょう。まずは立花茜ちゃんから。茜ちゃんはめちゃくちゃ絵に対して情熱が強いというか、もうはっきり言って喧嘩っ早いです。絵で殺すが口癖で、ライバルをへこませて筆を折らせることを目的に絵を描いているような、ちょっとね攻撃的な女の子ですね。次に檜山るいちゃん。るいちゃんは頭脳明晰、何事にも沈着冷静で分析的な目線を持っています。ちょっと人の気持ちがわからない部分があるので、的確な指摘をズバズバ言ってきます。本人にね悪意はまあないんですが、ちょっと誤解されやすい人ですね。そして3人目は坂本しおりちゃん。彼女はめちゃくちゃ内気で自分に自信がなくていつもテンパっているんですが、自信がなさとは裏腹にものすごく紙絵をどんどん量産してしまうっていう、いわゆるね天才肌の女の子です。さあどんどん行きましょう。次は椿ちゃん。このキャラクターは僕が描いたキャラクターの中でも結構人気が高くて、カードゲームのスリーブとしても商品化されております。そしてそしてキョンシーちゃん。彼女は僕が現在公開しているビメオの動画講座で模写のチャプターがあるんですが、そこにも出演してくれていますね。同じくビメオの動画講座でメインビジュアルを担当しているソラちゃん。そしてちょっと今回は柄の悪い睨みを聞かせているテクセちゃんです。テクセちゃんはね何度か動画の中で描いたことがあるキャラクターですね。あとこのキャラクターはすごく懐かしいんですが、ディープブリザード魔王様が僕を擬人化、擬人化って言ったら僕人じゃないみたいだな、僕を女の子化してくれたキャラクターです。そして最後にジャンプキックで元気にはしゃいでいる女神のスクールガールちゃんを描いて、はい、これで全てのキャラクターを入れ終わりました。いかがでしょう。いや確かにね簡単には描けるんですが、12体のキャラクターを描くのはそれはそれでカロリー多めではありましたね。ですが見てください、まだラフの状態ですが、いやー壮観じゃないですか。もうねすでにいい感じの絵が見えてきているので、最後まで描き切るやる気がふつふつと湧いてきますね。清書する。はい、ここからはラストスパート、早回しでお送りしていきます。ここまでできたらもう何も言うことはございません。ひたすら線画を描いていくっていう、絵描きにとってはねもうご褒美のような時間になっております。もうラフまではね、料理に例えるなら下ごしらえ、じゃがいも切って、人参の皮むいて、ニンニクトン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 みじん切りにして、お肉の筋を切って、ヨーグルトとターメリックに漬け込んで柔らかくして、玉ねぎを飴色になるまで炒めて、スパイスをギーで炒めて、クミン、コリアンダー、ターメリック、チリペッパー、ナツメグ、シナモン、カルダモン、ブラックペッパー、香りを油に移してってね、割と地味な作業ですよ。カレー食べたくなってきた。でもねここからはもう具材を鍋にぶち込むだけ。オラ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 ドバーってね、もうカタルシス爆発ですよ。あとはもう鍋に放り込んで美味しくなるまでコトコト煮込むだけの作業。煮込めば煮込むほど具材が混然一体になって、美味しさがジュワジュワー染み出てきちゃいます。あーマジでカレーが食べたくなってきました。はい、そんなイメージで線画をシュパシュパ描いていき、全体の色付けをしていったら、
はい、トレパクします。炎上覚悟、バズるためのトレパク講座。自撮り写真をトレースしまくって描いたオリジナルキャラクターのポスター風イラスト完成です。いやー、いかがでしょうか。ゼロからこんな12体のキャラクターが複雑に入り乱れる絵を描くのって超絶難しいと思うんですが、でもこうやって自撮り写真を元にトレースして、そこからキャラクターに変換したことで、結構簡単にお手軽に大迫力のポスターイラストが描けちゃいました。まあお手軽って言ってもね、12体描くわけだからそれなりに大変ではありますけどね。でもね、大変だなって思ったらちょっと数を減らせばいいわけですね。これならちょっと自分でも描いてみたいって思った人多いでしょう。実際 X にはこの写真を参考にオリジナルキャラクターもそうですし、二次創作のキャラクターに置き換えたイラストもたくさん描かれています。あのキャラクター描きたいって思ったとしたら、今日の講座を参考にイラストを描いてみてください。もしね、自撮りするのが嫌だなって思っても、僕の写真だったらトレース OK ですよ。ハッシュタグ今日の参考ポーズをぜひつけて投稿してみてくださいね。といったところでいかがだったでしょうか。最初にも言いましたが、当然ね、他人の絵とか創作物をそのままトレースして使うような、そういうトレパクはダメですが、今回紹介したようなやり方は超 OK です。ハードルを下げてたくさんお絵描き楽しんでいきましょうね。それと今回は複雑な絵を簡単に描く裏技を紹介しましたが、同じく絵が一気に上手くなるためのチート技を紹介した動画、必見絵が上手くなる反則技5つ教えますもおすすめです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。